すまないが、追い込まれたのは君たちの方だ。ここはどこだ？何が起こった？やめろ、来るな！頼む、と思いに殺してくれ！分かった。だがその前に、私の質問に答えてもらおう。あの日、専属医のレポートを却下したのは誰だ？人権だ。駐屯所の者たちの口封じを君に命じたのは誰だ？それも、人権だ。そうか。では、あの世へ行け。文月、君には色々と助けてもらった。感謝するよ。私は何もしてないわ。私に助けてもらおうなんて、思ってもないくせに。そんなことはないよ。あなたのあの匿名の手紙、助けてほしいから私に送ったわけじゃないでしょ。あれはただの餌、獲物をおびき寄せるためのもの。ああ、フーシーから神格シンクロ率のことを聞いたとき、私は気がついたんだ。口封じを命じた者は、上に立つ人間で全てを知っていると。私の仕事は大勢からそのものを探し出すことだ。でもあなたは父親がまだ生きていることを人に知られたくないし、敵の前に姿を現したくなかった。だから私を誘導して司法の調査に向かわせた。そうでしょ。銃を持つ狩人は正義感に燃える小鳥を狩るのが好きだからね。